いたします。なんなのあんたは。通りすがりのメイドでございます。あら、可愛らしい寝言ですね。おはようございます。ゆっくりとお休みになれましたか。あなたは。メイドのベルファストでございます。大真面目なのよ、そいつは。ロイヤルエディンバラ級軽巡洋艦2番艦ベルファスト。ご機嫌麗しゅうございます。鉄血のプリンツオイエン様、このような場所で会うとは奇遇でございますね。私は一向に構いませんが。どうなさいました。もし安静にしていた方がよろしいのでは。この程度の負傷は戦場の常だ。危ないところだったのですよ。そうだな、機関に感謝する。朝食のお時間ですが。これで十分だ。ベル。かしこまりました、女王陛下。ユニコーンさんがあなたに御用があるとのことでお迎えに参りました。怖い。息抜きも結構なことだと思いますが。襲撃の後だぞ。だからこそですよ。呼ばれていますよ。いつまでそうしているおつもりですか。友人と一緒に時間を過ごされる方がよろしいでしょう。陛下にはそれとなく探りを入れるよう仰せつかっているのですが、お恥ずかしながら私、そのような機微には疎いものでして。単刀直入にお伺いします。いつまであのような戦い方を続けるおつもりですか。あなた様は戦いを疎んじているようお見受けします。しかしその一方で自らの命を顧みることがない。あなたの在り方は歪んでいる。このままではいずれ戦う意味さえ見失ってしまうでしょう。少しだけあなたのことが理解できました。あなたお人よしなのですね、エンタープライズ様。ベルファスト。私事で恐縮ですが、あなたに興味を持ちました。なんだと。僭越ながらこのベルファスト、エンタープライズ様に宿女としての礼節を享受させていただきます。おはようございます、エンタープライズ様。何なのだこの状況は。私はコーヒー党だ。コーヒーも大変結構ですが、飲みすぎは胃を痛めてしまいます。空腹ならばなおのことです。食事なら取っている。論外です。私は見届けたいのです。何を。あなたの中に宿る人の心を。商売を始めてる。大変たくましいお嬢様方でございます。お、はい、どうぞ。いや、私は。お代は気にしないでって姉ちゃんが言ってた。ピンハイたちのこと助けてくれたお礼。ドンファンこと投稿はアズールレーンに属する陣営の一つだ。我々のためにこの情報を掴んでくれたのだ。セイレーンの活動と獣王の新技術、量産型のセイレーンを操るあの力、無関係とは思えない。調べる必要があるな。それは我々ロイヤルが得意とするところでございます。く
クローク&ダガー、街頭と探検でございます。落ち着いているんだな。はい。心配ではないのか。島にいるのは同僚だろ。はい、同じ女王陛下に仕えるメイドでございます。まるで人間の真似事だ。そのようにおっしゃりたいのでしょうか。変わりませんよ。私たちは証明しなければならないのです。証明？私たちは優雅でなければならないのです。優雅な人生を手助けする、それがメイドの仕事でございます。ユニオンとは違う考え方だな。当然です。だからこそ我々アズールレーンは手を取り合うのです。ロイヤル、ユニオン、さらに東高、アイリス、北方連合、鉄血、獣王もだ。先に行って。ですが。大丈夫、私結構強いんだぞ。それに本当は心配なんでしょ。よし、やるぞ。いいえ、一手の差で私どもの勝ちでございます。あっと。おはようございます、エンタープライズ様。朝食のお時間ですが。ベルファストも座ったらどうだ。私にはメイドの役目がございますので。そういうことでしたら、ご相伴に預からせていただきます。大変賑やかですね。まるで人の街みたいだ。私たちは人ですよ。また同じことを言うのだな。エンタープライズ様に必要なのは心の優雅さでございますね。あら、よろしいのですか。どこに出しても恥ずかしくない立派なメイドにしつけてみせますが。いや、それは。メイドはともかくとして、新しいことを始めてみるのは良い考えだと思います。何事も挑戦ですよ。人生とはいつだって冒険なのですから。そういうものかな。大いにお悩みください。そのために私たちは人の形を得たのですから。エンタープライズ様、寝つけませんか。海に呼ばれたような気がしてな。お、冗談だ。珍しいこともあるものですね。そうだな、少し感傷的になっているのかもしれない。静かですね、エンタープライズ様。考え事でございますか。あまり無茶な行動は慎んでくださいませ、エンタープライズ様。大丈夫だ、迷いはない。目障りなものは掃除しなければね。大丈夫ですか。ベルファストさん、行きましょう。ここは危険です。私たちは戦うために生まれてきました。滅ぼすためではありません。この周辺は特に危険です。
お二方は早く艦隊に合流してください。ベルファストさんは？私はエンタープライズ様を捜索します。私はメイドです。エンタープライズ様のおそばにいることが私の仕事です。ダフィーも手帳だ。行きなさい。お待ちください。お二人をけしかけたのは私です。席はこのベルファストにあります。あの戦い以降、キューブは異常な反応を示してます。これが何を意味するかまでは分かりませんが、体と偽装の検査を行っていますが、今のところ異常は見つかっておりません。避けられないことでした。今エンタープライズ様は自分自身と向き合う必要があるのです。はい。おっしゃる通りです。アークロイエル様、話が。朝食の時間ですが。いらない。それはいけません。人として健康的な生活を送るために朝食は欠かせません。よせ。姉ちゃんの様子はどう？悩んでおられます。なんだよ、一人で抱え込んじゃってさ。私は廊下で倒れていたのですよ。まったく不摂生な生活だからそのような目に遭うのです。夢だったのか。ちょっと。おい待って。何なんだ。ちょっと、待って。いい加減話せ。おい、聞いているのか。どうしたの？修羅場？食べなさい。いや、だから私は。食べなさい。はい。ちゃんとした食事を取らないから暗い考えばかり思い浮かぶんです。以前にも申しましたが、エンタープライズ様は戦いを疎んじておられます。ですがそれでも戦い続けた。なぜですか？安易な答えに逃げないでください。あなたはもう答えを知っているはずです。今はただ見失っているだけで。いえ、この距離なら当ててみせます。危ない時はいつも駆けつけてくれるのですね。ナイトに守られているみたいで、まんざらでもありません。よせ、柄じゃない。これはアズールレーンだけの問題ではございません。オロチは人類にとっての脅威なのです。本当によろしいのですか？どうやらセイレーンにとってもエンタープライズ様は特別な存在。どんな罠が待ち受けていることか。愚問でございました。あなた様を見届けることが私の役目。お供させていただきます。エンタープライズ様。戦士たちを突き進め。エンタープライズ様、あれを。いかがなさいました？お待ちしておりました。エンタープライズ様、迷惑をかけた。いつものことでございます。予定ならばそろそろですが。何が？知っていたのか。それでは
身の回りのサポートをするメイドも必要でございますね。